社会主義リアリズム、社会主義リアリズム、社会主義リアリズムとは、ソビエト連邦などの社会主義国において、公式とされた美術、音楽、文学などの表現方法、評論の指針である。社会主義を称賛し、革命国家が勝利に向かって進んでいる現状を、平易に描き、人民を思想的に固め革命意識を持たせるべく、教育する目的を持った芸術である。 ロシアにおいて政府が芸術を統制したのはソビエト政権が最初ではない。ロシア帝国も秘密警察を持ち全ての出版物を検閲しており、ロシアの芸術家はこの頃から検閲をすり抜けつつ発言筋術を身につけていた。これらは結局ソビエト政権下の時代になってもそのまま、しかも強化された形で引き継がれた。ロシア芸術における 社会主義リアリズムの源流は19世紀の新古典主義に遡る。また、ロシア文学やロシア美術の写実主義において広大な帝国の農村で貧窮する人々を描いた作家たちにもような関連がある。中でも、マクシム・ゴーリキーの文学芸術に関する哲学が社会主義リアリズムの理論に大きな影響を与えた。彼の作品、母、1907年が 最初の社会主義リアリズム文学とさ、彼の評論、社会主義リアリズムについてが、ソビート芸術の必要性を論じた。1920年代になり、革命の嵐が去り、ソビート連邦が誕生すると、それまでの保守的美術を支えていたパトロンである、貴族階級やブルジョは、ブルジョア的芸術からが、処刑や国を逃れ亡命し、ロシアの芸術界には、大きな空白が開いた。 ブルジョワジー好みの作風でなかったため、それまで不遇だったロシアの若き芸術家の一軍たちは革命によって成立した政治形態に賛同し、保守的な美術を退りけ、前衛的かつ社会革命のための芸術を試み、大衆への浸透を図った。彼らが近代において芸術が大衆文化全体の変革に関わるものとして認識していたことが新しい。ここに、 貴族的、ハイカルチャーから、大衆的ローカルチャーへの移行が始まる。芸術からは、優れた芸術運動を展開し、ロシアアバンギャルドと呼ばれる一大芸術運動となった。美術、音楽、文学、デザイン、建築など、あらゆる分野で、それぞれの画期的な作品を発表すことで、革命的、政治的芸術の発露とした。これらは、 革命直後の気風とも一致し、革命後の新生活の理想や美を純粋に追求した。国家政府の指示のもとで、対外的にも展開され国外の芸術家にも影響を与えた。しかしこうした革新的芸術は労働者階級や大衆の一部、政治指導者の中には難解とするものもあり、評判が芳しくなかったという。また彼ら前衛芸術家の間にも、 実質的な革命芸術の方向性をめぐり、路線の争いがあった。この芸術運動は、スターリン政権成立後、終焉を迎える。強大な権力は、前衛作家たちの路線争いを強制的に収束させ、ロシアアバンギャルドの理念を排除し、結果的にこの国の芸術からを挫折させ、唯物論的な生産主義者へ転向させる圧力となった。生産主義者らは、 宗教、芸術の排斥と打倒を掲げ、芸術の伝統や観念よりも生産効率を高める実践的運を進めることになった。同時に、ロシアソビエト連邦には、芸術は個人主義的なものではなく、国家を維持する労働者らによって革命的に主導され、労働者や社会に貢献しなければならないという、プロレタリアートの主性を重視した政治主導的な芸術観、 プロレタリア芸術も並行し出現していた。これは、ロシアのみならず、コミンテルンの各国支部などを通じヨーロッパやアメリカ、日本などでも同時発生的に起こった現象である。1910年頃、世界の各地で労働争議が激しくなった時期から、当時の多くの革命運動指導者や革新的芸術家がその考えを支持し、労働者の置かれた現状を把握し、 掘り下げ、より広範な人々をプロレタリアとして自覚させ、行動に立ち上がらせるような文学、絵画などの作品を発表し始めた。1930年代はアメリカでも、美術や文学の世界では、労働者や大衆に分かりやすい大衆的ポピュリズムが主流となり、現実の事件や社会の矛盾などを写実的に描く芸術が主流を占めていた。 1930年代に入り、革命後の混乱が収まり、社会主義国家の建設が軌道に乗り始めた頃、労働者や農民出身の新しい芸術家たちが出現し、革命以前からの知識人や芸術からも国家の理想とするプレタリア芸術表現を支持する側に回った。これら二つの芸術家の流れを一つにまとめ上げ、社会主義国家の発展のために一人でも多くの 労働者大衆を芸術を通じて社会主義建設に目覚めさせ、鼓舞しなければならないという政治主導的な芸術への動きが強まっていった。労働者階級にある一般大衆に分かりやすく世界の現実に対する目を開かせ、革命や社会建設のために働く労働者を鼓舞するような芸術を作るべく、1932年のソ連共産党中央委員会は、 芸術団体の国家による一元化を決定した。その年の秋、スターリンは作家たちとの懇談の中で、社会主義リアリズムの表現方針を提唱し、あらゆる芸術分野の大会で公式に採用されるに至った。その表現方針は、この方針は過去に遡って解釈され、帝政ロシア時代に書かれたゴーリキーの母のような作品も、 社会主義リアリズムの先駆けだったとして扱われるようになった。当時、多くの国の求心的思想の人々の間で、ソ連に続き自国でも社会主義リアリズム芸術を推進させることで、世界のプロレタリアが革命に結集するようになるのではないかという声が高ましかし、この方針は芸術を、党の政治方針に沿った模範や、 枠から出ないようにするものとなった。ソビエトにおいて、スターリンの独裁体制が固まるにつれ、1925年に彼が提唱した、形式においては民族的、内容においては社会主義的という方針をもとに、すべての作品が評価されるようになった。美術でも、音楽でも、文学でも、労働者や農民大衆にもわかりやすく、写実的筆致で、 ロシアに古くからあった伝統的な画法や戦立、様式を用いることが求められた。こうなっては、社会主義リアリズムは、リアリズムとは言いながら、党の許す範囲の現実しか描けないリアリズムへと劣化する羽目になった。こうした、社会主義リアリズムや、形式においては、民族的、内容においては、社会主義的といった芸術のあり方は、第二次世界大戦後、 東欧諸国や中華人民共和国、北朝鮮など他の社会主義国でも同様に採用されていった。例に北朝鮮においては美術では伝統とされる朝鮮画によって音楽では伝統的な民謡や大衆化の旋律を活かして革命の実績や革命建設の達成ぶり、指導者の偉大さなどを誇張気味に描くことが求められ、また基準となっている。 もっとも同じ共産主義国家でもキューバのように堅苦しくないデザインのポスターを量産した国もあり、また時代は違うが表面上は反共国家でもやはり新古典主義を源流とする民族的な題材を描いた戦時下ナチスドイツの公式芸術など社会主義リアリズムに形式的には禁じしたプロパガンダ芸術が存在した国もある。西側諸国では 第二次世界大戦後、世界の芸術界への社会主義の浸透に脅威を抱いたアメリカが CIA やその参加の文化自由会議などを用い、世界各国に抽象表現主義やポップアートなどアメカの現代美術やアメリカ文学を普及させる資金援助や工作を行った。これが本当に効果があったのか不明であるが、次第に多くの西側の芸術家たちのうち、 左翼とされた者たちも、社会主義や硬直化した社会主義リアリズムから距離を置き始めた。ソ連では、スターリン政権で、ロシアアバンギャルドや西欧の前衛的な手法が徹底的に排除された結果、ロシアアバンギャルドを主導した作家たちは、生産主義へ転向したり流刑され、処されたり、多くは欧米へと活路を求め亡命していった。また、第二次大戦後、 スターリンの没後も、ボリス・パステルナークや、アレクサンドル・ソルジェニーツインら多くの文学者が弾圧された。フルシチョフが1962年にある展覧会で、抽象絵画を見て、まるでロバの尻尾で描いたような絵だ。あるいは、ロシア・アバンギャルド時の、ロバの尻尾派みたいな絵だとこき下ろしたロバの尻尾事件によって、以後長い間、抽象画など、 欧米式の現代美術は公認されなかった。ところが、ソ連の1960年代から末期にかけて、地下に潜んでいた反対制の現代美術からは、ネオダダやポップアートに習い、社会主義リアリズムの凡庸な画風を流用して、それらを皮肉った作品を賛した。これが後に、ソッツアートと呼ばれる。BR1974 年には、 モスクワ近郊の野原でソッツアートや様々なスタイルの抽象絵画、抽象彫刻などを含めた現代美術展が開催されたが、当局がブルドーザーと放水車で会場と作品を完全破壊する事件が起き、これで西側は地下美術家の存在を知った。彼らにはポスター画家や絵本作家に浮き身をやつして、さらに潜伏するか、海外へ亡命するかの選択しかなかった。 80年代後半以降、ソッツアートの作家たちはアメリカなどで脚光を浴びる。ものの、ソ連崩壊後しばらく経つと、社会主義リアリズムもろとも沈み、社会主義批判以上の射程を持っていた作家しか残っていない。ゴルバチョフ時代に行く分表現の自由が緩和され、社会主義リアリズムに対する激しい論争も起こったが、結局、社会主義リアリズムは1991年の、 ソ連崩壊まで公式芸術であり続けた。現在は東欧でもロシアでもアメリカや西欧に習いつつも辿ってきた抑圧や耐久の歴史をも反映させた独自の文学や美術や音楽を作り出している。1949年に毛沢東率いる中国共産党により建立された中華人民共和国も1953年 第二回文大大会で社会主義リアリズムが中国の文学芸術の創作と批評の最高基準として公式に規定されて後、長らく国家構成員の多くを占めた労働者、農民及び彼ら出身の兵士の現実生活に即した社会主義リアリズム、あるいは古典的な中国美術が公式芸術であった。1958年内役新規にはより強情的な 革命的リアリズムと革命的ロマンチシズムの結合、両結合が提起され、社会主義リアリズムは言葉としては用いられなくなったが、実質的には変わらなかった。1966年からの文化大革命では、ソ連などの社会主義リアリズム系作品すら、中性主義文芸として否定され、革命現代強撃の創作方法に基づく、サントシス、あらゆる人物の中で、 肯定的人物を際立たせ、肯定的人物の中で主要な英雄的人物を際立たせ、主要な英雄的人物の中で最も主要な英雄的人物を際立たせる。突出は際立たせるの意味が強調された。文革集結後の改革開放の流れの中から地下芸術家が現れ始め、自由思想の弾圧や全く政府の援助を受けられない中、自分や 他人の体を酷使したパフォーマンスや社会主義リアリズムの美術教育で身につけた超絶的な写実技法を使った不愉快な絵画など過激な抗議的美術を展開した。1990年代以末には世界の美術界の新聖としてベネツィア・ビエンナーレなどで大きく紹介され欧米の脚光を浴びた多分に実験的美術家の存在や政治、表現の自由を認めない 当時の中国共産への抗議も込められてはいたが、しかし計画経済から市場経済への転換の中で中国共産党が芸術の多様化をある程度にいるようになった21世紀初頭の現在では彼ら現代美術家も公然と敵視されることはなくなった。政府や地方は再開発された町のために巨大な中小彫刻を発注し、 欧米のコレクターや中国の信仰なり金たちは、北京や上海の画廊街やアーティストに大金を抱えて、殺到するという、過熱状態にあり、商業主義に巻き込まれていく傾向も見られる。このような現代美術前世の中で、社会主義リアリズム系統の作品は、今でも新年のカレンダーや、中国共産党や友人宇宙飛行などの宣伝ポスターなどに使用され、 公式芸術としての地位を細々と保っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。